村上頼勝、村上頼勝は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての武将、大名、越後村上藩初代藩主、伊見は頼勝、あるいは義明、義明、義明ら、通称ははじめ政之助、後次郎へ文情、巣を守るを用いた。発球文書などから、確実な伊見はよりかで、東部実力他の江戸中期以降の書書には、 吉明あるものの、その転居は不明。村上藩村上氏の当主については、よりつとその養子し忠勝の二代が共に、巣を守るを称したためか、両者の自責が混同されて、吉明一代であったかのように扱う書籍が多い。比較的成立の早い、東部実録、1684年では元内4年に、改役されたのは二代目の村上天音坊主で、先代、 巣を守るの養子とするが、半官府、1702年は、この家が1代であるか2代であるか、おぼつかなと記している。那の村上氏に出自するものとされるが、その系譜は半然としない。団家府では、村上則りの次男とされるが、系図三様や、半官府では、村上日立之助義けとの嫡男、つまり則りの孫とされる。関西重修家府では、どちらの記述もない。 半官府は、吉利の子として、乗り気与説を疑う一方で、伊予村上市の村上次郎の後院ではないかとも推測している。よりかつは、次郎右衛文城を称し、丸に、上の字の家紋を用いているが、これらを伊予村上市と結びつけたものか。署名を正之助と言い、品の村上市が没落した後、十二歳の時には、長秀の客分に招かれた。長秀にし、 ウイジンで武勇を示したので長愛されたと庭師の家電資料にある。天正六年、1578年4月17日、別所中旨にあて、共に長秀の家臣とみられる、長塚将新三郎と村上頼家、次郎江門城が連名で書状を送っている。頼家の頼勝との関係は不詳。天正八年、1580年、 加賀小松城に入ったとする説もあるが、当時の小松城主は徳山の秀の可能性があり、疑わしい。天正十年、1582年頃、長秀は、大見海津城、尻内浜城を修復し、よりかつに守らせた。この地域は元津田の伏の所領であり、本能寺の変以降、長秀の支配するところとなっていた。天正十一年、 1583年、静ヶ岳の戦いで、橋場秀吉に助成した長尾秀は、戦後越前、若狭、鏡南半国、のみ軍、江沼軍を与えられた。これに伴い、のみ軍の小松城には、よりかつ、えぬ軍の大正寺城には、溝口秀勝が入った。天正十二年、1584年、越中の笹成りが、 前田利家法ののと末森城を攻撃した末森城の戦い。これを受け、長秀は利家への遠兵として、頼木の頼勝、秀勝を送り、加賀金沢城を守り一気に備えさせた。天正十三年、1585年4月16日に、長秀が死去すると、同年8月頃、長秀の子、庭長重は、若年のため、家中不和を理由に、越前、 加賀を没収の上、若さ一国へ原報された。よりかつ、秀では、長重に代わって、越前北の省城へ入部した、堀秀政のよりき大名と位置づけられた。同年うる八月十三日、加賀国の身軍に六万六千国を与えられたが、これは、長秀時代の治行校から変更はなかったようである。同年二月、小松の本連寺に与えた、治上には、治絵 頼勝とあり、天正十六年1588年7月5日付の秀吉主院上には村上周守るとあるので、周を守るの受領名を用い出したのはこの頃と思われる。天正十五年1587年の九州の役では、頼勝は千名の軍役を追い、秀政、秀勝と共に出陣。天正十六年4月の樹落大行行二具し。 天正十七年、1589年に着工した、方向時代仏殿の不審には2000名の動員を命ぜられている。天正十八年、1590年の小田原の役にも出陣したが、同年5月27日、秀政が陣中で死去したため、急遽、堀修二がこれを継いだ。同年11月4日、修二は、父の医療を安堵され、よりかつ、 秀勝も変わらずそのより生きとなった。天正十九年、1591年9月、のみぐ永長田村を検知。これは、大公検知の一環として行われたものの、その原則に徹し切れておらず、在地掌握が未だ不十分であったことを伺わせる。文禄元年、1592年、文禄の役、第一次朝鮮出兵では、 よりかつは2300名の軍役を追い、北陸の諸大名と共に、比前名古屋城に在陣した。また、伏見城と大和多門城の不審を分担した。伏見城の築城は数度にわたり行われたが、文禄元年の第一次築城の際は、四国、中国、九州の大名が朝鮮に在陣していたため東海、北国の諸大名が広市を分担し、 文禄三年、一五百九十四年の改築に、際しては、王を除く全国の諸大名に、妊婦の動員が命ぜられた。慶長三年、一五百九十八年一月、道の区国合津若松城主のガモウ秀行が、家中の構争を理由に、下付宇都宮城への原報を命ぜられ、玉月で大規模な違法が生じた。同年四月、修士の越後違法に伴い、 よりかつも小松城から越後本城城、後村上城と改める九万国に数を違法された。八月の秀吉の死で異物左文字の刀を受領。慶長五年、千六百年、関ヶ原の戦いでは、越後に在国。堀修司と同じ東軍に組みして、国内で起こった、西軍方の上杉急進による、上杉移民一期の鎮定に努め、戦後は、 徳川家康から所領安堵された。より勝には男子がなく、はじめ堀秀政の三男を養子としてもらい受けたが、創生したため、娘婿と七息のこの忠勝を養子にした。また、別の娘は、県大納言、唐妻光弘の側室となって、光剣を生んでいる。大徳時代寺院の過去帳によれば、慶長九年、1604年5月28日に、 没した。法名は、大寺院加古長によれば、よもぎくも院伝玉、王将山大前城門、鶴牛山下六によれば、鴻雲寺殿の玉王正三大古寺あるい、松雲院玉王清山大古寺。墓は、大寺院に残るほか、鶴牛山下六には、鴻雲寺、村上市とあるもののこちらは現存しない。没年月日については、 慶長年間から元那年間にかけて小説あるが、元那2年には村上宗を守る忠勝が、治業をあてがい上を発給するので、この頃までにより勝は死去、または引退し、忠勝に交代したものと見られてきた。元那9年9月26日、百6 2 3年11月18日とするものもあるが、この日付は忠勝の没年月日である。 村上藩は忠勝つが継いだが、元内四年、1618年4月、家中の反目構争を理由に改易された。天正十一年、1583年冬、長秀が上落を引き延ばし在国を続けていたので、秀吉は怒り、越前に使者を送って、これを咎め、速やかに上落するよう告げた。長秀はこれを聞いて、帰って激怒し、 頼勝を気楽する秀吉の使者に同行し、申し開きをさせた。頼勝は、秀吉や執行した、諸大名にいささかもひるむことなく、長秀は、越前に移って、以来、国務に多忙であり、北陸は、雪も深く交通が容易ではない。その上天下はすでに閣下、秀吉の手中にあるので、在国して休んでいたところである。そもそも閣下が天下人となれたのも、 長秀の協力があってこそであるのに、なぜそのように責めるのか、よくお考えいただきたいと述べ、居並ぶ者は、その優壮さに大いに驚き、秀吉も怒りを収めたという。医師のマナセ道蔵と交流があり、天正十四年1586年道蔵に、今無手、日常生活における養生の心得を養生和として創現していた。この養生心得は、 養上養亭参加条と一般的心得17種、世上の慎み7種から構成されている。破線は洋服子関係、点線は同一人物を表す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。